田中一兵田中一兵から1910年7月25日は、明治時代に活躍した実業家、政治家で、関西経済界の重鎮。肥料、銀行、宝石、貿易、海運、新聞、桟橋、鉄道などの経営を手掛け、今日の多くの名門企業の前身を築いた。スキ者としても有名で号を得福帝と称す。大阪商工会議所会頭。 大阪肥料取引処理事長、大阪市会議員、大阪府会議員、衆議院議員を務め、小6くらい、1903年君ん5等、1906年君4等、極日小受賞、1838年9月、田中八郎の子として生まれる。田中家は、祖先以来数代を重ねた、大阪灰の木の合商で、類代の家業は星家ん屋ですなわち、肥料商であった。 1868年に祖父の子を継いで商売を始め、やがて大阪だけではなく近畿一円にわたる後半なる地域にまで肥料を販売するようになり強固なる地盤を築いた。田中の商業上の熱意は単に家業を守ることだけにとどまらず、1877年には早くも金沢陣兵衛と共に第42国立銀行を江戸堀三丁目に設立して、 その頭取りとなり、その頭角を表し始めた。第42国立銀行は、西区江戸堀山頂目において、1878年10月18日に開業した。資本金は20万円であった。この銀行は1898年10月に満期となった。田中はこの銀行を根拠として発展する。後に、北浜銀行に継承され、雪洋銀行に解消された後、 大正15年34銀行と合併、三和銀行を経て、三菱東京 UFJ 銀行に受け継がれた、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、緑海に属する創実、ユニチカ、南海電気鉄道やほか、日本生命保険、日本講和損害保険、阪神電気鉄道、三井倉庫ホールディングス、商船三井、東洋房、関西電力いずれも、 第42国立銀行が手掛けた事業、関わった事業である。また田中は日本銀行創業期に政治家として、また株主として大きく貢献した。田中は当時から世界の大勢に着目し、1881年に北海道に渡る。この頃北海道に渡るということは、その後の渡米以上の遠隔地への探検旅行でこれは関西貿易会社に関してであった。 同年6月、五代友厚は、中野青桐一、広瀬西平、杉村彦太郎、藤田伝三郎その他の有志と図り、資本金100万円を持って、関西貿易社を創立し、本社を大阪津与北通り一丁目三番地に置いた。当時政府案には開拓紙を廃止、勧誘物一切を民間に払い下げようとする儀があり、それと、相表裏して五代友厚は、 中野五一、田中一兵衛と共に、北海道にいたり、つぶさに各地の状況を視察し、まず、岩内炭鉱を及び、厚岸山林の払い下げを受け、石炭、木材を海外に輸出して、国府の増進を図ると共に、北海道沿岸の海産物を採取して、内地の需要に充てようとし、14年7月このことを、開拓長官に出願した。 この会社は1890年12月に解散する。北海道から帰った田中は、将来の日本が外国と小取引をするには、経済の中心地である大阪か、またはその近くに港を開かねばならぬと考えた。五代が日本でも桟橋を作って貿易の瓶を図りたいと考え、河野池、住友、藤田と共に、神戸桟橋会社を1884年11月に、 発足した田中は1885年7月にその相談役となり、1893年に社長となった。1909年にいよいよ神戸港の建設にかかり、神戸桟橋も買い上げることにした。この買い上げは当時55万円と言われたが、田中は総理大臣、桂太郎宛てに手紙を出して、5万円釣り上げ、60万円で買い上げさせることに成功した。 またその倉庫も三井に売却し、神戸の港川の改修工事をもなし、新開地を繁華街としたのも、田中の功績の一つであった。1885年には、松本茂太郎らと共に、繁華鉄道を起こし、山陽、九州、武前、繁華区、京都、南海、阪神の各鉄道会社の創立に参画した。また、日本生命、日本火災、大阪倉庫、 何屋宝石、摂津宝石、日本面花、日本宝石、記者製造の各社にも関係したが、それらは先に述べた第42国立銀行を足場とし、また別に経営していた大阪商船会社を基盤としていた。この二つの事業の成功によって、田中は関西の事業界を圧倒した。他にも五代とも厚と共に、大阪株式取引所、大阪商法会議所、 大阪商業講習所、大阪製度、関西貿易社、共同運輸会社、神戸三橋などを設立した。明治31年時点で役員として関わっていた。企業は20社を数え、29社の渋沢栄一、26社の松本茂太郎、21社の山中里江門に次ぐ、大佐だった。1884年5月、広瀬西平か数名は、 多数の選手をして合同させ、一大船会社、船舶93隻、資本金120万円の大阪商船会社を設立した。約1年遅れて、1885年10月には、三菱会社と共同運輸会社とが同合わして、日本優先会社が設立した。田中は、1894年に監査役となって、1895年に社長となった。 社長としての期間は短かったが、非常な業績を上げた。1898年停身省の鉄道局長を知っていた中橋徳五郎を後継者に選び、大阪商船の基礎を作った。1964年4月三井物産から分離された三井船舶と大阪商船と合併し、大阪商船、三井船舶株式会社となった。その後、 1999年4月に大阪商船、三井船舶とナビックスラインが合併し、商船三井となった。これらの名残は今も船舶のモルの文字に残る。日本面貨創業間もなく、1894年には面貨取引量が増加したにもかかわらず、為瀬相場暴落で当時としてはかなりの損失を生じ、1895年田中が社長に就任して、 挽回回復に努めた。ここで、田中は、創業期の基礎を固め1898年10月に、辞任して、竹尾自衛門に社長を譲った。1901年1月に、竹尾の後を受けて、田中の死、田中一太郎が、社長に承認するが1908年病死する。そこで、同年11月の臨時株主総会において、田中一兵と竹尾自衛門を、 取締役に加え、田中は再び社長に就任し1910年9月まで在任した。長男、田中市太郎は、明治16年大阪製引きの創立に関わり、設置制油、大阪アルカリ、大阪セメントなどの取締役を務め、日本免化社長、大阪商業会議所副会頭に就任したが、44歳で急成した。その長男、 志蔵は1910年に一平の死跡を相続し、1917年に神戸高等商業学校を卒業した後、安治川土地、34銀行、大阪商船、京栄土地、安田信託、中央火災障害保険などの重役を務め、大阪二学納税者にして、屈指の資産家として知られた。妻の美穂は、日本銀行総裁、肘方久史長女、死臓のおばの夫に、 日産財閥の山田隆良がいる。ありがとうございます。